来た129回転当てるぞ。この間にもうハマりはいらない、お金を使わない。1万500円です。いやこれ結構いい、いいっていうか割と勝てそうな台かもしれないね。お、見つけちゃった。だってこんな感じで突然引いてくれてればそこまで投資も膨らまないでしょう。またしても抜けてしまいましたので151回転1回頑張ります。どうせ48歳もこんなんだろうなと思ってましたよ。まだ終わってないよ、ちん様大丈夫。俺のもう誕生日は毎度毎度追加投資やと思ってましたよ、もうね。ちなみにちん様、なんて隣の方はもう4000発です。4000発ドラム気力ある、夢ある。これじゃまるで我々が下手くそのだけじゃないですか。2連続U タイムとか嫌なんですけど。175回転え。そんなの嫌だ。遊ぶね。いや遊んでるんですかね、これも遊ばれてますよね、完全に。青山さんがでも丸亀製麺あのとかに行くタイプだとは思わなかったな。私はうどん好きなんでね。うどん好き、はい、ずっと釜玉うどん一択だったんですけど、釜玉ね、最近はぶっかけうどんかけにしてます。ぶっかけじゃなくてかけ。ああぶっかけうどん、ぶっかけね、はい。あの今終わっちゃったんですけど、今鶏のやつじゃないですか、あの唐揚げ乗っかってるやつでしょ。それの1個前のやつがすごい好きで。なんやちょっと辛いやつ。明太系のやつか、うん、違う、マーラーうどんみたいなやつ、マーラーぶっかけみたいな、 あれめっちゃ美味しかったですよ。来年が今から楽しみ。あ毎年出るのね。知らないです。だいたい人気だったら出るじゃないですか。あれ美味しかったから絶対出ると思う。ちんさんは何頼むの。おじさんはぶっかけ、あのぶっかけの冷やをもうお店の人が注文を受けるときに、はい、冷やぶっていうのね、冷やぶっかけの略で、はいはいはい、をもう客の立場で言う。あ冷やぶ一つって、あ冷やぶ、冷やぶ台とか、うん、すごい、めっちゃ常連気取りというか。そうそうそう、うん、まあ、知ってるよ、うん、みたいな。そう、そういうの出すんだ俺。いいじゃないですか。私思うんですけど、うん、この外の U タイムが本来あるべき形ですよね。枠外、枠外プレミア U タイムを目指すって目の前の勝負を捨ててるみたいじゃないですか今の。それあってありがたいはありがたいですし、ゲーム性もちょっと変わってくるけど、1回転目からねこういうタイムを目指してずっと縛られてやめれなくてっていうよりは、まあ、これいや、いや本当2人してまずいですね、遊んでますな。ちん様は270回転を超えたところで、私は200回転を超えました。二人してこの台のスペックを生かしきれておりません。あれ緑保留あと5回転よ。あシングル台大丈夫かな。緑堀はもう多分スーパーに行くんだね。青堀はノーマル止まりもある、点滅堀はガセもある。なだから打ったねっていうほどのあれでもないけど、やっぱ ST 中の魚群外れは危ないですね。持ってかれちゃったっすね。持ってかれちゃった方が連チャンが伸びる。あじゃあ中途半端に当たらないでほしいって言ってたのは、うん、この台云々じゃなくて自分の中のオカルト。例えばミドルの海とかでも500、600ぐらいで
中途半端に当たっちゃったより線持ってかれちゃった方が跳ね返りがでかいみたいなのありません？ありません。まあ、ちょっとあると思いますよ。でも本当にあの違う世界に住んでる人間だなと思ってます今。いやいや同じ世界ですよ僕は。青山さん同じ世界だと思ってますよ。同じ世界生きてますか。じゃあさぞかし爆練してくれるんでしょう。そうです。こういうあのもう行っちゃった台の方が何だったらね薄いとこあなあつがらの当たりとかも何だったら引きやすいし。私さっき行っちゃったんですけどね。あれでしょ、酔い腰でしょ。酔い腰はダメですよ。あ、純粋じゃないと、うん、まあでもこの後私もハマってるんで二人でユータイムになりそうなんで。そうよ、遊んじゃいましょうよ。遊びたくねー、早く当たれ。だってなんかほらハマり台でなぜかサムが出やすくて、でサムが 出た後の方がレンちゃんがなんかでかいのが来やすいみたいな お話をおじちゃんおばちゃんたちから聞いたことありません？いや私がサム周りで聞いたことあるのはサムが出る方が終わるっていう、うん、サムのだからワンセットとかは危ないですよ。今日朝並んで僕の前並んでるおじさんも言ってましたけど、サムのワンセットやっぱ危ねえよなって。危ないっていうか終わってますからねそれも。危なかった。そうなんだ。そうじゃあ神様が1万発ぐらい出してください、うん、何もそうやね、7000、投資7500円、1万発はあれだけど隣のあれだよね、4000発いってんだもんね。ものすごい何も起きない、100回転まさかね。まさかそんなバカな話はないですよね。何も起きないですよこれ。150回して、はい、150回してる。あれ田さん、チャンス名海モードのチャンス名だから暑いとこありそうですけど、はい、2回赤。いやちょっと怖くなってきた。え、500よ、もう500ってことは200回してるってことよ。7、あー、8、泡ですね。誕生日よ、俺誕生日は負ける説。すごい、これやっぱ行 ST 中の魚群外れって危ないんですね。の先読みが外れでした。私魚群1回も出てない。本当に、うん、今日669まで、で10回足すから679までじゃないですか。ちょっとちょっと怖くなってきたね。神様がまさかスルーするわけないよ。そうです、誕生日です。誕生日は危ない。今日誕生日なのです。不安要素があるとしたら誕生日というところだけです。神様は大丈夫。牛ラーメン食べたいね。ダメだよ、もう必死になったらほらちょっと気持ちをそらすぐらいの。 ありがとう。何ラーメンが好きですか。やっぱ煮干しですね。あー煮干しね、うん、なんかありましたよこの近く煮干し、うん、ねえ神様。誕生日奥様から何かもらうんですか。なんかくれると、いやもう耐えられません。まずいってそんなの。あと100回転や、もうぼちぼち。スルーしそうだって。怖っ。あと100回ちょっと。怖い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 。あうまさんとじゃあ一緒にやる。本当？一緒に遊ぶ。一緒にやる？オッケー。あうまさんとやりたい。怒られるっつうのね、こういうことばっかやってるの。怒んないですよ。そがきがって思ってるだけ。神様、御年。青山さんは47歳 ?4% です、4%。48歳。青山さんは背が高いところがいいよね。そういうあのシリーズあるじゃないですか。背の高い女の人が、あの ちっちゃい男の子をこう
立ったままやるみたいな。U タイム抜けろと思うけど乗り打ちだから抜けるな。それでもいや本当怖くないですか。もうだって250回回したわけですよ。何もなかった。ああ恐ろしい。私はチン様と一緒にやらなくていいようにその前に当ててやる。やる絶対やる。いい目してるわ。さあ280回転目です。俺万が一これまあないと、ま、とは思うけどあと120回、うん、抜けるようなことがあったら、うん、何する。多分49歳まで生きられないような気がするね。生きられますよ。命と比べたらオリンピック見れない。見られるよ。審査はみたいな人はなんだかんだ長生きしますから。いやいやいや、俺抜けたらもうダメや俺多分。なんだったら自ら立つに、そういうのはダメだよね。そういうのはダメ。いいですよ別に。U タイム抜けたら死にますっていう、命かけれるなら気をつけよう。もし抜けたらいろいろ気をつけよう。あのそういうこと、車の運転とか。伊藤健太郎好き？あ、はいはい。伊藤健太郎かっこいいよね。伊藤健太郎やね。分かんない。あのこの前あれかっこいいわ。名前聞いても分かんなかったです。これでもあんま知らなかったの。久しぶりになんか斉藤匠さん以来かな、俳優さんで、ああかっこいいって思っちゃったの。恐ろしや恐ろしや恐ろしやルルル恐ろしや恐ろしやいいね青山さんはね。シンさんは全然良くないよ。私1万9000円使ってますよ。このゆとりですよやっぱ。1万9000円ってことはチン様このままじゃ1万以上負けますからね。1万円負けで済んでたらもう全然御の字でしょう。2人で足したら7500円。うん、2万7500円。とりあえずアマデジで結構負けたねそれ。まあ、まだね戻す可能性もありますから。あります、あります、全然あります。新様と一緒に U タイムやらないためにやる。合ってるんだ。俺は青山さんと一緒にやる。早く当たってくれ。俺は青山とやる。助けてくれ。いやいや、いいからそういうの。頑張れ、いや、いい、頑張れ、頑張タコ頑張れ。大丈夫大丈夫。ハリセンポン、あやばい、あと8回しかない。よし。あ、ひひ、ついに来ましたよ。あ、来た来た。はい、U タイムが。はい、お待たせしました。ふう、そこで捨てちゃうぐらいの人間になりたいですよね。あ、他の人に幸せを分けてあげようって。ふうまでね、灯して帰ろうみたいな。そうですね。でもこれは俺のや、俺の U タイムや。ドーン、またしました。やったー、勝負だ。一緒にやれる。チン様より絶対に先に当てます。おじさんはもう先とか後とかより、うん、あの連チャンの伸びとあと10ラウンドなんですよ。いや違いますよ、それより先に当たるかどうかですよ。チン様はうえスルーしそう、危ない危ない。ほんとね、ありそうな勢いなんだよね今ね。さあ美しい花火に見送られて私は行きます。行きます、今日2度目の。はい。綺麗に300回転ずれもなく、よーいどん。悲しみの私が下手すぎて2連続初当たりが U タイムなんですけど、まあ、さっきは酔い腰だったんで、まあ、そう考えたらね、初当たりがここからバンバン取れてもおかしくないと思うので、ここから私のチャンスタイムと思って次の当たりの後ですね、
まるっとまくってやろうと思います。投資が19,500円、まだいけるでしょ。これ2人でスルーしたら、初転敗あー当たった。新様早い。八図柄だ。私もさっきその八のノーマルみたいなスッと当たりましたよ。嫌なこと言わない二連でしたあー頼むよ頼むよ、新様お願いしますどういうことする。あれいやあれあれどんどんどんおやおやおや、そうすか、2連すか。2連、2連でした。2連しましたっけ3発だと思った。あ、2連ちゃうか、そうや、単発やん。なんで書き換えたんですか、脳内引いてたんだって。さあ、リーチ、ほぼリーチかからないんで、リーチかかったら当たりぐらいの感じですよね、今のところ。そうやね、2だ。もうリーチかかった時点で当たりなんですかね。2タイム中はそうかもしれんね。上がらず、4ラウンド2回目の当たりも浜デジとは思えない、大きくハマってしまいました。我々が下手なのがよくわかりますここの枠以外はね、頑張ってるんでなんと下手くそなと言われてもしょうがないんですけれども、ここからです。まだ終わってない、終わってない。遅咲きの青山、うんうん、見ててください。見てますよ、いつも見てますよちょっと意味合いがまた変わってきますね、いつもって。僕はあなたのことをいつも見てますよ。あ、どうもありがとうございますよーし、500もハマったんだからいっぱい出さなきゃ。あ、またジャパンモードになってるなってるじゃなくて、やりたかったんじゃないの。違うよ、大当たり号なっちゃうとかないですか。あっ、狂ってる。あー、それは当たりやね、さすがに。あ、ブルってるのか、ブルってるのさっき外したよ俺。2でいいよ、オッケー、ね、よし、モード変えたいんだけど。あー抜けちゃいました、2連2連と悲しみひどうございましたね本日も負けるね、我々はなんてパチンコが下手なんでしょうか負けるね、うちらね。今日の収支的には私は19,500円。あ、もうセーフですね。セーフですかね、投資しまして初当たり2回で。いや、もう全然セーフですか。で、最終的に700玉ちょっと流して U タイム、 U タイムでしょ。そうです。いや、 U タイムが事務所かぐらいの勢いですよ。逆に U タイムがなかったらって思ったらさ、本当ですよ、U タイムにの恩恵を一番受けてるの。当ててないぐらいの勢いでしょ、だから綺麗にスコーン1000いってるかもしれないですからね日本でもないですよ多分、ドラム海で朝一1000いってる台。だ、 U タイムはありなんですね、そう考えると。まあ、救っていただいたかなって思います。そうだよね。ただね、ちょっと下手くそすぎて負けちゃいました。ただちーさまは、僕も結局玉最後なくなっちゃって9000円負けみたいな。あ、9000円だったんですね。じゃあ、いや、朝いけると思ったんですけどね。思ったよね、私も見ててすごーって思ってました。これもう上りさっきから結論的にはどうだったんですか。今回解説はジャパンモードと海モード、どっちを選んだ方がいいか。ギリギリこっちでしょ、やっぱり。大当たりの回数もこっちですし、私はもう分かってます。え、いいですか、発表してもいい。今回の解説の検証結果は、はい、海モードでもジャパンモードでもどっちでもいい
どっちでもいい。打つ人だよ、モードじゃないよって思いました。強く人ですよ。そうですね、モード2種類あるけど、まあ、皆様が楽しめるモードを信頼なんで、これから見つけていただければそれがベストなんじゃないかなと私は思っております。青山さんにはでも僕は海が似合うと思いました。あ、本当ですか。もうずっと今までやってきて、はい、やっぱチャラチャラしたジャパンだのお祭りだのよりはもう海で、はい、男は黙ってみたいなのが青山さんにはよくお似合いだと思いました。わかりました。陳様がそこまでやってくれるなら、次回私はちゃんとジャパンモードを選びますまあまあまあ、でも今日は負けちゃいましたけど、はい、まあ、この後もう一本う次回の分の収録あるんで、陳様の誕生日はまだ終わってませんから。そして陳様のまあ誕生日、この後の収録もあるんですけれども、次回それと合わせましてこの番組から重大発表もあるということなので、皆さんぜひ次回も見てください。それではまたお会いする日まで、さようなら。ありがとうございました。